長瀬連高橋海斗金プリスンス SNS 登録15番人爆増の裏でファン分裂の申告問題問題必死すぎる中の人も大不評ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます6月1日高橋海斗24 と長瀬恋24の q n g o p スの新曲何者の,の MV が公開された。同曲は高橋とシクストーンズへの森本慎太郎25が W 主演を務める日本テレビ系連続ドラマだが情熱はある毎週日曜22時30分からの主題歌。5月28日放送会で解禁されたが 実はその直前のツイートが物議を醸していたのだ。同曲について、キンプリ公式ツイッターは、白い背景に黒く大きなフォントを踊らせた、ぜひ見てください、という画像と共に。これは k n g o ブスの曲。 聴いてくれた人に安心を届ける曲、肩肘は張らないし、飾らない、らしさと新しさを兼ね備えた k n g o p スの曲、この後ぜひ見てください。と投稿。まるでドラマのナレーション化のような文章に加え、大きさの異なる文字を少しずつずらして配置するデザインは、だが、情熱はある、の公式 SNS で使われているものだ。 キンプリの投稿はドラマをオマージュした遊び心だと思われるが、ファンは様々に反応した。エンタメシライターが言う。そもそも新生キンプリになった23日以降発信の仕方がそれまでと変わったとファンの間では話題になっているんです。まず、23日に行った4つもの媒体を使った生配信の取り組みがキンプリ史上初。TikTok を含め、 動画系は明らかに編集が凝るようになっています。作り込むというよりも動画でしか見せない表情や言葉を上手に切り取っているという感じですね。ツイッターでも頻繁にメッセージが投稿されるようになりました。申請になってから彼らはファンと一緒にいろんな思い出を作りたいという姿勢をより強調していますが、SNS でも一気に身近感が出てきています。 一方で複雑な心境なのが5人体制のキンプリが好きだったファンです。近く圧が強いゴリ押し感一部ファンからは批判の声も、例えば新生キンプリはツイッターでも直近だとニューシングルについての思いや撮影の背景などについてこと細かに情報発信している。前でのエンタメシライターが続ける。 もちろんそういった変化を素直に喜ぶファンが多いのは確かですが一方で公式からの圧が強い押し付けがましいといった印象を抱く人も少なくないようです。うすうす変わったことを感じていたところへ、とりわけ今回の、ぜひ見てください、という投稿は、高橋さんが主演するドラマの関係だとはいえ、5人体制の時にはなかった発信の仕方だったので、らしくない、と驚くファンもいた。 ただ、そうすると今度は金プリらしさとはという議論に発展してしまっていますよね。最近の公式ってらやたらグループ名を出してはアピールすごいし圧強いし癖強いし。q n g アンド・ s h i とは ?23 日高校式が全く金プリらしくない。簡単ふっ。よかったら手に取ってね。 とかやっとティアラに会えるねとかすごい柔らかくて優しくて寄り添った雰囲気だったのに担当のスタッフさん変わったのかなよかったら見てね時間あったら聞いてねとか優しく気遣って聞いてくれた前の公式の方。疑問符どこ行ったのゴリ押しにびっくり。金プリ公式ってこんなスタンスでしたっけ疑問符品がない。 などと、モヤモヤする胸中を吐露する人が後を絶たない。要するに、5人時代の金プリと今の金プリは別物と見るファンが多いのだ。視覚新体制になり、SNS 運用を見直したスポーツ紙デスクは、SNS の総フォロワー数は増えており、注目されているのは事実、と指摘した上でこう続ける。 金プリ公式が持つ、ツイッター、YouTube、インスラグラム、TikTok という4つの SNS について、平野志陽さん26、岸優太さん27、神宮寺優太さん25の3人が脱退する直前の総フォロワー数と、高橋さんと長瀬さんの2人体制になって1週間後の総フォロワー数を比較したところ、合計で115万人増えているんです。 注目度が高まっているのは事実で、最も登録者数が増加している YouTube だと、5月23日と24日の2日間で4番人増えているんですよね。そして6月1日屋に何者の,の MV が公開されると、それまでの188番人から189番人と、さらに1番人増えました。 ツイッターは5月22日だけでも2番人ほど増えており、そこから25日までの間に4番人増加しています。新たなファン獲得の狙いを含め、SNS 発信のあり方を見直したのは間違いない。前でのエンタメシライターが言う。5人から2人になったことでファンでいることをやめた人もいる。ただ、例えばドラマを見る熱は冷めても、どうしてもツイッターの情報は追ってしまう。 目に入ってしまうものです。すると、背景を理解する余裕がないままに、いきなり、ぜひ、見てください、という言葉だけが目に飛び込んでしまうことになります。今までのキンプリの SNS を知らない方が担当されてるのが寂しいですね、と寂しさを覚える声や、公式の担当、チェンジで、という過激な声もありました。 今の SNS を支持するファンもいますが、批判的な声があるのも事実。ファンの中でも意見が分裂している状況です。3人が脱退したことで世間からの注目度は高まり、SNS の総フォロワー数は増えたキンプリ。しかし、ファンの間では5人体制のキンプリを懐かしむ声が絶えないのもまた事実である。近く、熱感じる、チェンジで荒ぶるファンも、 中の人変わった疑惑を増長させた。ぜひ見てください。投稿。過去一ぐらい行きな投稿だと思う。センスと作品へのリスペクトの塊、言い方にやつ感じるし、前のファン思いのツイートのキンプリが恋しいよ。とファンの間でも評価はまっ二つに分かれた。間でも